日本と海外との生活習慣の違いは数多くあると思いますが、日本を訪れた人がよく口にするのは日本の清潔さ。日本人は昔から清潔な民族と言われており、幕末にペリーが黒船で日本にやってきた時、まず驚いたのは日本の街の清潔さだったと言われています。中でもトイレの綺麗さについては海外の多くの人々から称賛を受けています。いつも清潔に保たれ、トイレットペーパーまで用意されているトイレが無料であるということも、海外から訪れた人にとっては驚くべきことのようです。綺麗なのに無料、それだけでも世界的に稀な存在なのですが、日本のトイレはそれだけではありません。旧来からの衛生習慣と技術大国の力が相まり、日本のトイレは世界に認められるほどの高性能、高品質となっています。海外から来日したセレブやハリウッドスターが日本のトイレに惚れ込み購入したというニュースはよく耳にします。ハイテク機能が満載でリラックスできるプライベート空間、それが日本のトイレなのです。今回はアメリカの公共ラジオネットワーク NPR の記者が初めての日本旅行で感じた事柄を記したニュースレターをご紹介します。以下のような内容となっていました。筆者は初めての日本旅行から戻ったばかりなのだが、今では日本という国に惚れ込んでいる。ラーメン、焼き鳥、寿司、ゴージャスな火山、魅力的な人々や文化。しかし恋に落ちた様々な日本の事柄の中でも、特に頭から離れないことが一つある。トイレだ。日本のトイレの革新技術は驚異的と言える。様々な機能が搭載されたハイテクトイレはホテルやレストランなどどこにでもあり、家庭での普及率も8割だ。これは燦然と輝く事実ではないだろうか。アメリカに戻った時には母国のトイレの古めかしさが目についた。思わずなぜ私たちはハイテクトイレを持てないのかということを考えてしまった。日本がハイテクトイレを開発した後、その技術が太平洋地域を中心に広がっていることからもわかるように、技術の拡散は距離的な要因が大きいだろう。しかしアメリカの場合は文化的習慣の差だと筆者は考える。日本人は入浴、衛生面、清潔さを非常に大事にする。マスクの習慣、飲食店でのおしぼりの有無、街の清潔さなど、やはりアメリカと日本とには大きな違いが存在するのだ。以上になります。この投稿にはわずか数日で6000近いコメントが寄せられていました。トイレは誰でも1日に数回利用する非常に身近で不可欠な存在であることから、多くのアメリカ人が社会の発展度と関連していると捉えているようで、社会全体の相対的な遅れを嘆く声を含め、様々な意見や体験が寄せられていました。一部をご紹介します。ご覧ください。日本のトイレは本当にすごかった。まだ寒い時期に暖かい便座に座れるなんて、こんなハッピーなことは他にないとすら思えた。私の夫はしょっちゅう日本に出張で行ってて、家族でも10年前に旅行してるんだけど、日本の信じられないくらいの清潔さに家族全員恋に落ちてた。日本人にこっちに来てもらって高速鉄道を作ってほしい。彼らはこの分野でボスだからね。新幹線の乗り心地が今でも忘れられない。この前日本で人里離れたハイキングコースを歩いたら、小道沿いにある小さなトイレにさえ暖房便座が設置されていてびっくりした。日本のトイレが本気で恋しい。日本は私の公衆トイレ嫌いを変えてくれた。トイレだけじゃなくて教育や医療制度だってそうだ。アメリカは戦争で日本に勝ったのに、いつから彼らにこれだけの差をつけられてしまったのか。我が家は1995年に TOTO を買った。最初夫は懐疑的だったけど、今では家のすべてのトイレが TOTO。 私たちは他の文明国家が当たり前にやってる最低限のことさえできてないんだなって実感したよ。日本のトイレはベスト、世界一清潔、
どうして私たちはいろいろな面で日本より遅れてるの？そうそう、日本の清潔さはスーパーだった。前に豊田市出身の知り合いに東京は汚いって話を聞いて衝撃を受けた。東京があのレベルで汚いなら、トヨタはどれくらい清潔なところなの？日本に行くまでは本当の文明を味わうことはできない。僕らの文明的を装った社会とは大違いだ。医療制度、公共サービス、所得分配、育児休暇、公共交通機関、銀行、警察、アメリカが他の先進諸国に勝てない部分。日本に遅れを取っているのはトイレだけじゃない。一度日本を旅すれば、いろいろな面で遅れてることを実感できる。動画の内容がいいと思った方は、高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。